和田堀公園は東京都杉並区に所在する都立公園である。全福寺川に沿う形で広がっている。公園内では水害防止のため和田堀公園調節地が整備されている。なお、練馬区石寺公園の東隣にある練馬区立和田堀公園、道和田堀第二公園、道和田堀緑地、緑道とは別の施設である。十二の橋がまたがる。 川伝いの公園。当地は地盤が低く、住宅地の低層を蛇行する前福寺川は、氾濫を繰り返す歴史がある。氾濫により自然にため池が作られ、古くから水はけの悪い土地である。戦後の宅地化が進む中、河川を改修して周囲に池を作り、遊具や広場を整備し公園として開園した。現在では、武蔵野の自然が調和した公園となっている。 公園内全域が東京都の防災公園に指定されている。白山前橋を境に上流には全幅寺川緑地が広がる。名称は異なるものの緑地帯として連続性ある空間を構成している。周辺一帯は杉並区内で最も緑が多い地域である。公園内の樹林は東京都保護樹林に指定されている。気象鳥類の観測地として知られ、川蝉。 常尾滝、うぐいすの姿も観測される。公園内では野鳥観察を楽しむ来訪者も多い。春には桜の名所として多くの来訪者が訪れる。しかし近年の水害対策で桜の伐採が予定されており、川沿いの桜並木は大半が失われるとされる。川蝉の生存維持が危惧されている。公園内は野球場、陸上競技場、 テニスコート、バーベキュー広場、サイクリング広場など、公園施設とスポーツ施設が整備されている。野球場は、全福寺川との間に、高低差を設け全福寺川増水時の調整地として、使用されるほか、災害時の避難場所としての機能を持つ。公園内全域が、東京都の防災公園に指定されており、陸上競技場は、大型ヘリコプターが発着できるヘリポートとして、 設計されている。公園内には、応急救水槽、防火水槽、災害対応トイレ、ソーラー発電街灯、かまどが設置されている。狩野川台風での洪水を受けて、全空寺側の治水工事のため、公園内に調節地を作ることが決定された。公園内には、暫定施設として1981年度に完成した2つの調節地がある。 大宮一丁目に和田堀第二調節地が、郷土資料館の隣に和田堀第三調節地がある。平時は、第二調節地の上部は、テニス場、第三調節地の上部は、壁打ちテニス練習場として活用されていた。和田堀第六調節地は1993年に、完成し、競技場の隣、右岸側にあり、野球グラウンドとして活用されている。 2005年9月4日の集中豪雨を受けて中野区で浸水被害が発生したことから第6調節地は掘り下げられて貯流水量が倍増した。しかしそれでも被害が出ることが懸念されたため2017年度から和田堀公園調節地の建設が始まった。和田堀第二調節地の場所に倍以上の大きさの和田堀公園調節地を建設中で調節地用地として 第2調節地は廃止され、離れた第3調節地も廃止される予定。2021年度に完成予定となっている。公園に隣接する大宮八幡宮。子育て守護の神社として名高い。平成17年9月4日に発生した集中豪雨により、杉並区と中野区の一部住宅が浸水する被害が発生した。この被害を受け、東京都建設局は、 全福寺川と明生寺川を合わせ地水対策工事を、工事期間中は一部の遊歩道や橋、道路が閉鎖され迂回指示が出ている。また、工事期間は2014年から5年間である。この工事により、全福寺川沿いの木々が剪定、または伐採されるため、桜並木もその対象となるので、この都内有数の桜の名所は危機に瀕しているという声もある。 ありがとうございます。